シャルダグは1976年に編成されたイスラエル航空宇宙軍第7戦闘団所属のコマンド部隊である。名称のシャルダグはヘブライ語でカワセミを意味する語である。5101部隊やサイエレット・シャルダグと表記されることもある。サンボ本部直属のサイエレット・マトカル空軍の第669空挺戦闘捜索救難部隊。 海軍のシャイエテット13と並ぶ4台、再生特殊部隊の一つとして扱われている。シャルダグは1973年の第4次中東戦争の戦訓に基づいて創設された。この戦争の際、サイエレットマトカルは参謀本部から直接命令を受けるという特性上、迅速な作戦行動ができず、その能力を十分に発揮することができなかった。戦後、 サイエレット・マトカルのベテラン隊員であったムキ・ベッツァーは戦時の迅速な作戦行動を可能にするための部隊再編に取り掛かった。この際の解決すべき問題の一つとして空軍と地上部隊との連携が挙げられた。1967年の第三次中東戦争ではイスラエル軍は初戦の空軍の奇襲攻撃により航空優勢を手に入れていたが、 第四次中東戦争ではシリア軍に配備されていた地対空ミサイルサイトにより空軍は甚大な被害を被っていた。この問題に対応するためムキ・ベッツァーは戦時に敵地対空ミサイルをいち早く破壊するため敵地でのレーザー誘導を行う特殊部隊が必要と考えサイエレットマトカル内に空挺作戦を行う部隊を創設しこれがシャルダグの基礎となった。 1976年に向き、ベッツァを指揮官とする正式な部隊として発足し、1978年のリタニ作戦では、レバノン南部のヒズボラ支配地域に侵入して、偵察活動を行った。1981年になると、シャルダグはサイエレットマトカルから独立し空軍所属の特殊部隊となり、パルマヒム空軍基地に移動した。 この後、1982年のデワノン侵攻においても、作戦参加し、ベッカー高原に配備されたシリア軍の地、対空ミサイルサイト破壊を目的とした、モールクリケット19作戦を支援した。1990年代には、シャルダグの任務は、敵地でのレーザー誘導だけでなく、より広い範囲の空挺作戦全般に拡張された。この任務拡充に伴い、シャルダグは、 大抵路線能力や人質救出能力も持つ部隊となった。シャルダグは他のイスラエル軍の特殊部隊に比べ比較的予算に余裕があり、このために潤沢な機材や武器を運用可能であるとされている。この理由は、イスラエル空軍の他の部隊、例えば戦闘機や大型輸送機を運用する部隊がもっと大きな予算を使っているため、シャルダグの予算が 相対的に小さいものに見られているためと考えられる。シャルガグの訓練期間は、他のイスラエルの特殊部隊と比較しても最も長く、20ないし22ヶ月とされる。訓練は、サイエレット・マトカルと同様に、イギリスの SAS を参考にしており、特に、ナビゲーション能力に重点が置かれている。訓練過程を終えた隊員には、SAS の創設者である、英軍人、 デイビッド・スターリングの中東地域での戦いについて書かれた書籍ザ・ファントムメジャーが送られる。ありがとうございます。